キシミューやってみよう。今回はエーペックス第4弾です。イエーイ。第3弾をね、さっき撮ったばっかり。そうなんです。まだ5分くらいしか経ってない。なんか2キルを目指してやってたんですけど、全然殺せなくて1時間かけてやっと終わったところです。今今日は、はい、もう罰ゲームをかけて嫌です。思ってます。ねえ、本当になんかやばそうなの出てきてるんですけど。ねえ、結構触って。今何も起きない。本当に起きない。ねえ、やだ。このマーク、このなんかビリビリですよみたいなマーク。さすがキシミュー鋭い。え、だって今ここにつけたらあんま来ないですよ。どういう、どういう、何これ。ひどい。やだ。でも勝てばいいわけで。え、確かに。どうしたら勝ちですか。私とキシミューはデュオで同じパーティーで戦って、うん、敵に与えられたダメージが大きかった方が勝ち。おお、味方だけど敵みたいなもん。味方だけど敵。絶対勝つ。え、じゃあもし私が勝ったらこれやってくれるってこと？絶対に負けません。みんなはキシミを応援しててね。やってみゆ。頑張るぞ。やばい、いっぱいいるぞ。よし、リングの中に。やばい、敵いたのに武器ない。終わってる、これは。ダメージを受けてる。やばっ、もう絶対この切れが終わった。あー、スクラったわ。リロード中よ。難しい。難しいな。ねえ、待って、やばいやばいやばいって、やばいやばいやばい。キシミユ38、バババくん。キシミユ36、バババくん155。ねえ、やばい、負ける負ける。いや、でも私も荒野行動やってたんですけどね。私携帯だったら上手なんですよ。やる。え、そうしましょう。やってみゆ。よし、準備して、行くわよ。行くわよ。あ、みんなそこに行くんだ。うわー、もう無理かも。もう自信ない。なに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 、まだ死なないで。やばい、全然武器ない。終わってる。ラウンド1、リングのカウントダウンが始動。結果はキシミユ117、バババくん281。負けたよ。悔しい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 。ということで、え、待って、忘れてたんだけど。え、待って、最悪。罰ゲームの存在忘れてた。何、どうするんですか。ニヤニヤしないでよ。
ますよ。3、2、え、怖い、待って待って、はい、本当に苦手なんです。じゃあもう不意に押しちゃうよ。ダメ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 、いくよ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 。3、2、1、はい。今4ですか。やだ、え、やった、やってる。まあ、意外と大丈夫かもしれない。意外とやっぱ何でもないです。あっ、待って、今手がふってなったもん、勝手に。 5？ じゃあ 6もやってる。ちょっと待って、えい。明日大丈夫かな。じゃあ私がやっちゃおう。いきますよ。ここが3、2、1。ちょっと待って、やってみようかな。え、待って、怖いから、ちょっと立ってもいい？怖すぎる。これからエイペックス頑張るぞ。やったー。危ない、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 なんか出てきそうになった、危ない。やってみゆ、きしみゆ、やってみゆ。第4番はダメージを競ってみました。結果はちょっときしみが負けちゃったんですけど、もっともっと練習して上手くなれるように頑張ります。ちょっとコメントとかでどうやったら上手くなるか、なんか練習の方法とかあったら、ぜひコメントに教えてください。最後まで見てくださってありがとうございました。高評価、グッドボタンとチャンネル登録とコメントたくさんお待ちしています。きしみゆやってみゆでした。バイバーイ。